そう、これどういくんや。どういくんやではなく、どこにおるんや。例の。こっちに行ったら、あ、ハテナマークのやつおるな。ちょっと待って。これ、どうしよう。え？おー、ライザじゃないの。ロミーさんだよ。ロミーさんだよって自分で言っちゃうの。あ、ロミー。島に来てたんだ。あ、島の子じゃないの。ちょっとね、ちょっと前からね、いろんなものを売りに来たよ。調子はいつも通りだね。ということはいつも通り。そう、ライザの家の向きを売ってちょうだいな。わかった。後で取りに行くよ。よろしくねー。あ、ご両親にもよろしくねー。ん？なんだ？は？あ、あー、やってもうた。バッサムギ。バッサムギ。あれな。麦がいるのな。ちょっと待ってよ。話し相手が欲しいんだ。あ、こいつかな、と。何があるのかな？ん？あ、違う！違うやんか、もう。話し相手よ。なんだ？何かが起こっている。うわ、ボス。なんてね、し。ふん。うわっとはなんだ？失礼なやつめ。こんなところでコスコスと何をしている？何？何言って、錬金術の材料を採取したり調査したり。そっちこそこんなところで何の用があんのさ。うん、お前ね、関係のないことだ。はいはい、そうでしょうとも。無散策の邪魔して終わりにございましょうとも、あった。どうした、ライザ。バカめ。バカめ。ここは、苔と木の根でよく滑るから慌てて走るなと昔から言う。おお、お前もなのか、ボースよ。笑われてな、危ないで。笑うな。今のもおかしかったけど、そうじゃなくて、子供の頃に全く同じことがあったなって。レントやタオも一緒に乗り継ぎとか、木登りとか、ここでいろいろやってた時期だったよね。そんなガキの頃のことなんか覚えてないな。あっそ、随分と立派な大人になれちゃったのね。うん、お前がいつまで経ってもガキというだけだ。それはどうかな。思い出を大事にする人は大事。いいと思うよ。俺好きやね。坊さん、どこまで行っちゃったんですか。こんなところで散歩なんて危ないですって。つるん。つるんって音が聞こえてきそうな。バカっぽく転んだところを見られるのは大人として格好悪いの？いや。いや、お前と子供のように遊んでいる子を勘違いされたくないんだ。子供ではないけどね。もう。うん。格好つけめ。ねえ、かわいらしいよな。見当たらない。お、あれ、いた！あ、こいつや、おそらく。ヨルフ？そうだな。誰かのサラミとかで魚をよく買い付けに来るな。気のいい兄ちゃんだよな。ヨルフさんのやってる便利屋って利用したことがある？ああ、以前魚がたくさん取れた時に仕分けを手伝ってもらったよ。普段はお願いしたことがないな。ありがとう。漁師さんは普段、人手に困ってなさそうだもんな。どうするべきなんやろうね。ラロフさん。いろんな人に聞いてみると、便利屋の仕事には繋がっていないかな。いい人っていうのはみんな口を揃えて言ってるんだけど、よくよく考えてみたら、私はラロフさんに仕事をお願いしたことなかったっけ。働き口が決まればいいんだけどな。
よし。ああ、この子ね。レーンね。クエストの子ね。じゃあ、行きましょう。よし、これでね。意外に。いけるさ。クエストいっぱいあったね。クエストを回してもいいかな。これだけやられたら。あれ？タオ大丈夫？ん？あれ？タオ、どうしたの？マスカマタボスたち。うん。え？ああ、違う違う。この本の内容について考えをしてたら転んじゃって。って、あれ？本がないってか。持ってきたはずの大事な本が、ない。落としちゃったのかな。その本ってのはこいつのことか？ボースランバー。見てたぜ、タオ。何もないところで転んで本を落とさなきゃ丸系のやつ。そんだけ熱中してるってことや。お前にそんなものあんのか？気にしたら。うん、僕の、文情学返してよ。返して欲しかったら近づけて撮ってみろよ。割ってみろよ。坊さんが返すわけ。坊さん？あ、わかってる。坊さん追ってないな。読めるのか。え、この本のこと？読めるさ。ほらよ。坊さん？ナンバーがびっくりする。これ返してくれるの？はい、戻るぞ、ランバー。おい、タオ。おい。大事なものなら転んでこないで落とすな。そんな簡単なこともできないなら家に引きこもってろ。そうだ、おとなしく引きこもって。ちょっと、ボスさん、待ってくださいよ。取り巻きが生き返るんじゃないよ。何よ、あの態度。ちょ、ムカつく二人ね。僕は本を返してもらえればそれでいいよ。それにしても、なんで忘れ返してくれたんだろう。読めるからやろ。読んで自分の手柄にしたいからやろ、多分。坊主のことやから、そういう魂胆やろ。な。見抜けるよ、俺は。大体。見抜く力は、一人よりもだいぶ強いと思っている。まあね。問題解決能力が、一人よりも優れていると思っているから、そういうふうに、ね、言っちゃうよ。つまんね、あの店行ったら。ん？これなんだ？誰だこれ？いや、違うな。いや、その前に話しかけんとな。例の便利屋さんに。あ、どこに行った便利屋？これに似てなかったっけ？女性か？あ、どこに行った？あれ？あ、積んだ。積んではないな。あ、ほら、ここや。違う。あ、この先や。そうだ。あ、いるわ、ボーストランバーが。ここやね。いらっしゃい。何か困り事はないかい？報告する。コンプリート。ナイスである。周りの人に聞いてみたんだけど、困り事があっても自分たちで解決しちゃうみたいだね。そうだなぁ、便利屋を使うと金がかかる。って考えると、大掛かりなもの以外は、さらないんだろうね。もっと手軽に利用してもらえるようにしないと。何でも落ち着たい回数券を売るとか。そうすると断れなくなるんだよね。それをいいことにとんでもない俺が来そうな気がするけど。でも何かしら僕が必要なら間違いなさそうだね。この人たちに聞き回ってくれてありがとう。手を上に上げて。よかったね。何でも頼めるけど頼まない。意外に難しい問題になるかも。ライザは優しいな。最初お店に行くのも一苦労ね。昔は芝城は決まったものだけど、足腰の助け、必要な情報が不足しています。施の伴奏のレシピを習得。ああ、無理か。これはまだ無理か。なるほど、覚えとこう。これはまだ無理と。そしてはに終わらせたから、ちょっと違う場所にね、行ってみましょう。施しの伴奏ってのは伴奏こうだな。だから施しの伴奏かな。伴奏だったかな。ちょっと覚えてない。覚えてかっ。いい。お、どうした？なるほど。ん？固定燃料のレシピを読みました。ミキツールの作り方を覚えました。
ックスオイルか。ちょっと作ってみるか。ならミックスオイル何作っちゃおうかな。これか。どうしよう。どうしようお願いします。どれにしようかな。ミックスオイル、これでどう。うん、これで4回目なく上昇。まあいいや。やったできた。やったできた。ミックスオイルゲットだぜ。ピカチュウ、ピカチュウじゃない、赤が違うとこね、違うとこ行ってる。どこにしようさ、何を入れよう。うわ、できそうだった。さ、何を入れよう。うわ、いい感じかも。お、レシピあるやん。さらに。お、牛乳リキッドに変化。さ、何を入れよう。次はどうしようかな。製品質がバヤス、赤いな。うわ、いい感じかも。あー、無理やな、ほら。ならばいいや。とりあえず作ったね、ミックスオイル。よう、邪魔するぜ。邪魔すんなら会計。いや、違う違う。よー、新喜劇じゃないんやから。あれ、どうしたの。アンペルさんとリラさんから呼び出した。アオも来てくれってさ。私たちを何の用だろう。そうな。とりあえず行ってみようぜ。うん。ストーリー進める前にいっぱい来るな。やることかな。楽しいわ。こういうの。楽しすぎるやつやわ。ちょっと待ってや。行かないといけないし。さあ、進めるか、もしくは、ハテナを進めるか。ハテナ一個あるな。ちょっとそれ進めたいね。できれば。お、なんだこれ。乾いた木くず。なんだそれ。取れたよ。取れたよ。うん、取れたね。お、やった。バッサム切った。バッサー。違う違う。あ、行くとこ下か。なるほどね。下から行くところか、あれ。わーいわーい。いや、違う違う。バイバイではない。取れたよ。あ、なんかあったのか。ゆうじね。ここに一人寄るんだね。あ、始まりましたね。ライズじゃないか。ここらに来るのは珍しいな。珍しいね。そうかな。でもそうかも。バート様はとっくに住んでるんですよね。そうだね。以前より不便にはなったけど。やっぱりそこも。もう離れられないね。まあお金がないっていうのもあるけどな。悲しきかな。あっあっあっみたいな。そういう素振りを見せてくるけど。乾いてさやな。ああそうそう、聞きたいんだけど、ガイザの家に使ってないマスキのかけらってあるかい。家の前に置いてる明かりが弱くなってきてね。機械をもらいに店に行ったんだが売ってなくて。いや、意味はなかったかな。でも、マスキのかけらなら森で取ってきますよ。森ってマスキの森だろ。なんでか悪いな。もっとかければ自分で取りに行けるんだが、すぐそこらし気にすることないですよ。大丈夫、任せてください。任せてあげよう。うん。もうね、司法国可能なんだよ。絶対。いっぱい取ってるんで。いっぱい取ってるんで。畑は一段落ついてな。あと残っているのは、機械の水晶を持ってきましたよ。普通の神のレシピ。おー。やったね。ハットさん、マスキのかけらを持ってきました。おほう、助かるよ。また明かりが弱くなってきたら言ってくださいね。いや、そんな何度も頼めないよ。今回はありがとう。後ろの空気フルーツをもらってくれ。しかし、ここらはいろいろとガタが出てきたね。ヒラが住んでいない家なんかは、店なんかもなくなっちゃって、楽器がまるでないよ。静かなのが好きな人間には、この上ない場所だけどね。わしも以前店を開いてみたが、開いていてが、この感じだと、どの道ダメだったかな。あれ？道やってたんですか？そう、
以前選別屋をやっていたんだ。ライザーまだ小さかったかな。私は全然記憶がない。ライザーの服も親したことがあるの。七色ブドウを染料に使ったラーゼン染めさ。小さい頃着てた服は残ってます。まさかパットさんが作ったものだったとは。店はもうなくなってしまったけれど、使ってくれて嬉しかったよ。長々と話してしまって申し訳なかったね。年寄りの話を聞いてくれてありがとう。こちらこそありがとうございます。いやー、いい話を見れたわ。あ、回っていきますね。回っていきますね。回っていきますね。せーの。それ。ほらよ。グーテンフルーツ、回っていきますね。そういうことよね。ほらよ。と。これも取っていとくか。お、調べる？タル。タル。うん。タル。タル。タルね。もう分かった。タルだーってね。最後来るんでしょ。知ってるよ。この下か。何かある。あ、ここにもあったんか。シラフが。お、沈んだ住居跡。見つけましたね。そうやね。言うの忘れとったけど、いろいろ見つけてますね。言っとってね。こいつか。行こう。ダニエルさん、戻っていたんですね。ああ、少し前にね。見ない間に大きくなってね。いろんなところが、いや、言ってない、言ってない。何を、何言ってんの。ダニエルさんが旅に出たのそんなに前じゃないよね。あ、いや、言ってみたい言葉だよね。言ってみたい言葉だったんかい。ダニエルさん、今回どこに行ってきたの。今回はね、北にある山に向かったよ。登場できてないんだけどね。あれ、ダメだったんだ。私は無理をしない。をモットーにしてるからね。危なそうだったから途中で降りてきたんだ。山からこの島を見ることができたから大満足さ。いいなぁ、それ。そこで食べるご飯がまた最高なんだよな。持って行った果物は腐ってしまっていたが、トラブルは食べに尽きるものですよ。おや、ライドもわかっているね。ま、いろいろ。たんだけど、ちょっと歩き足りない気分だし、次は南を歩いてみようと思っているんだ。もう少ししたら立つ予定だったから。ライザの顔が見られてよかったよ。今回も無理せず頑張ってね。もう可愛いライザに言われたら頑張るしかないやん、ダニエル。ああ、そうするよ。土産話を期待しておいてくれよ。本当に積極的な人だな。もしかしてダニエルに恋心。あ、話しただけで、あ、30コール。あ、やった。ナイスキャッツ。素晴らしいです。ではね、ここら辺をちょっと取っていってるね。これだけ取って。戻りましょう。だいぶ取ってたからね。まあ、あとは無視していいかな。お、またあるやん。頼む！あかんか。菊池か。よっしゃ、バッサー。バッサバッサー。やった、バッサー。よし、行こう。なかなか進まんわ。なかなか進まるわ。まあね。これ終わらせたら、本当に行こう。どこやったっけ？忘れた。ここじゃないのは分かってる。旧市街じゃないか。ってことは上やな。上に戻っていけば、おのずと、クエスト、受注してる人に出会えるはず。ボーデン地区の方ね。確かいた。そう。用水路の周りに行ってる気がする。お、誰かが話している。あれ？五郎さん、なんか怒ってる？こんにちは、どうかしたんですか？どうもこうもないわい。たくん、モリッツのやつめ、あのしきたりは何だと思ってるんじゃ。あ、またモリッツさんが何か強引にモノブラのことを決めたんですね。あやつめ、
今度は宿場までの街道を村で管理して、人のこれを盛んにするなど、ね、そうすれば。なあ、まんまありやばん、むむ、むむむむ。シュッシュダウトの悪道、お前、足は速いな。今すぐこの書類を、船着き場の防水に届けろ。なんで私が。これが間に合うかどうかで、柿が、もう桶が段違いになるな。いいから行け。このモリツ・ブルネの命令だ。そんな頭ごなしに命令されて私が素直に。聞け。この財布をやる。よし。任してください。いや、待て、現金すぎるやろ、ライター。いや、引き受けんな。いや、俺が操作するはみになるんやから、やめろ、そういうの。あ、大丈夫マスカ、お父さんは、まだお父さんは、船が出ちまうぞ。あれは、ふぅ、いい、はぁ、しょっしゃるい、お待ちどう。ふぅ、あ、ご苦労。ボースが引いてる。その偉そうな態度も今は許しちゃうもんね。さて、森田さんの財布だし、佐藤の中身は。なんだこれ。父さんの店金、店財布にやられたな。こういう時のため、いつも何個か持ち歩いてんだ。なんだねよ、あの人は。ライザしてやられたり、モリッツ、許さぬ。モリッツ、許さぬぞ。いや、ちょっと戻ろうとしてたところでこっちに来させるなよ。いや、ちょっと待て。びっくりやわ。用水路ここら辺やったね。あ、行けた。よかった。焦ったー、マジで。やっぱり、旅先やん？よし、顔なじみの少林さん。まあ、全部ね、もう、あげていきます。150個。ロミ、例のもの持ってきたよ。落ちてたものだけど。ほら、そこから。ご苦労。ここの麦は他たちがあんだよね。少しずつ、ごひいきさんが増えてるよ。え、そうなの？麦育ちの娘が作った麦って言うと、結構飛ぶように売れるのよ。麦育ちの娘。ちょっと待て。言い方。ん？なんか変なことしてない？ライザが、じと目で見てますね。変じゃない。そこは商売文句ってやつじゃん。ともあれ、手配ありがとう。じゃあこの後、ちょっと予定あるからこの辺で、またよろしく。麦娘の麦。なんかやっぱり独特な雰囲気のある人かな。麦娘の麦って何回も言ってもらうけど、ちょっと面白いよな。商売文句。いや、また出てるわ。ありすぎじゃね？バッサーありすぎ、バッサー。ここいいな、バッサー麦取るの。だいぶいいわ。じゃあちょっと入っていきましょう。私たちを三人まとめて呼び出すなんて、何かあったの？呼び出したのは私じゃなくて、リラだ。リラ？リラさんは？ああ。レントが使い物になるかどうか、そろそろ試してみようと思ってな。それって試験みたいなもの？そんなところだ。少し前の調査で船着き場の近くに手頃な場所を見つけたんだな。船着き場の近く、そこを探検してこいってことか。よし、腕が鳴るぜ。3人で行ってどんなところか調べて無事に帰ってこい。その行動全てが評価の対象だということを忘れるな。分かった。僕は怖いから二人で行って。なんてのは通らないのかな。通らないよね。じゃあね。暗黙の了解やね。
そりゃ当然。当然お前たち3人にいろいろ教えているのは、私たちの調査を手伝ってもらうためだからな。あそこで、こういうものが手に入るはずだ。これを見つけてこい。どうやって手に入れるの？それを考えるのも含めて試験だ。どこかに落ちているかもしれないし、魔物が持っているかもしれない。分かったら、さっさと出発の準備をしろ。おう